こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今月26日、防衛省が岩国市に米軍岩国基地に F-35B ステルス戦闘機が追加配備されることを説明した。配備予定は10月以降16機の F-35B 戦闘機が配備されることに、合計32機となり、佐世保のアメリカ強襲揚陸艦との連携がさらに進む。また護衛艦伊豆も改修後クロスデッキにより岩国基地所属のF-35B 戦闘機が着艦、離陸が可能になる。日本の購入予定 F-35B もまた、アメリカ強襲揚陸艦に着艦可能となる。配備が進んでいる中、訓練に適している馬毛島改修も進んでいる。滑走路を2本新設する予定だ。では、この馬毛島が今どんなスタンスで進んでいるのか詳しく見ていきましょう。硫黄島より近いですよね。2020年8月7日、昨年末にようやく現所有企業タストンエアポート社と日本政府の間で大筋合意された馬毛島の買収を受けて、防衛省から同島に設置する自衛隊施設の設置計画が公表された。今回の案では、タストンエアポート社が整備してきた滑走路を廃して、新たに2本の滑走路を一部クロスさせる形で配置し、主滑走路で2450メートル、副滑走路で1830メートルの長さを確保している。主滑走路以外に、これだけの副滑走路を確保する理由は、馬毛島の地形が全体に平坦で、海からの横風の影響を受けやすい点を考慮したものとされており、不測の事態に備えた。リスクヘッジと言えそうだ。この他に、航空機用の格納庫や航空燃料、兵装用の武器、弾薬用の貯蔵庫も設置される見込みであり、施設自体の運用管理を実施するのは、航空自衛隊となる予定とされている。これは、現在、暫定的に、アメリカ海軍の航空母艦艦載機が実施している。陸上での発着艦訓練、いわゆる FCLP の場所である小笠原諸島の硫黄島と同様の扱いとみられ、かつ海上、陸上両自衛隊の活用も想定されている。アメリカ海軍の陸上発着艦訓練 FCLP とは、航空母艦が母港に入港し、その艦上を使用した訓練ができない場合に実施されているもので、2020年現在は、横須賀を母港とするロナルド・レーガンの艦載機が対象だ。軍艦としては、世界最大規模を誇るこれらのアメリカの原子力航空母艦ではあるが、それでも飛行甲板の全長は約300メートルほどしかないため、その発着艦には搭乗者の技量維持が欠かせない。そのため、頻度的には1年間で2回程度、各10日前後で実施するのみであるものの、航空母艦の艦載機運用能力を一定水準以上に常に維持するために必要不可欠な訓練として、その実施場所の確保が課題となっていた。
というのも、1990年までは、この陸上発着艦訓練、FCLP は、神奈川の厚木基地で実施されていたが、付近への深刻な騒音の問題が持ち上がり、1991年から、現行の硫黄島に移ったという経緯があった。さらに、アメリカ軍の再編成に伴い、横須賀を母港とする航空母艦艦載機の拠点が厚木基地から山口の岩国基地に移されたことで、硫黄島までの距離は実に約1400キロにもなり、今度はその負荷が課題となった。ここで浮上してきたのが馬毛島であり、2007年に所有企業のタストンエアポート社側が、自ら航空母艦の陸上発着艦訓練 FCLP の候補地に名乗りを上げて、紆余曲折を経て今日に至ったものだ。タストンエアポート社は1995年に、それまで平和相互銀行の子会社だった馬毛島開発という企業から島の所有権を引き継いでおり、過去にも何度か国の施設の候補地として名前が取り沙汰されていた。当然、タストンエアポート社もそうした転売、投機目的で入手したものと思われるが、日本のスペースシャトルと言われた HOPE 計画や、沖縄の普天間基地の代替地に数えられるも、実現には至らなかった。この間も、タストンエアポート社は、自前の滑走路建設などを進めており、一説には、馬毛島の開発に投じた費用は、優に150億円を超えたとも言われ、この投資額と会社の経営状態の悪化が交渉難航の原因とみられる。国とタストンエアポート社の交渉の過程で、同社は約240億円にも上る負債を抱える状況となり、売却希望額として約400億円を国に提示したとも言われるが、これは今回大筋合意された160億円の2倍以上の高値だ。こうして売却希望額との間に大きな隔たりがあり、交渉は紆余曲折をたどったが、最終的には国が提示した160億円で決着となり、2020年秋からのアセスメントが予定され、工期約4年の工事が開始される見込みとなった。しかし、行政上で馬毛島を管轄する西之表市などの地元自治体の一部は、こうした動きに反対の姿勢を崩しておらず、今後も馬毛島の基地建設をめぐっての政治的な対立はしばらく続くと予想される。日本共産党なども、こうした馬毛島の基地設置に断固として反対することを表明しているが、地元マスコミの2020年4月の世論調査では、陸上発着艦訓練 FCLP 賛成の声が反対を上回っており、もはや覆ることはないだろう。馬毛島の基地化は、政治的にも世論的にもベストではないがベターとして受入れられつつあると思えるが、ここに至るまでの間に実は危機的な状況があったとも囁かれている。これは国とタストンエアポート社の交渉中に、なんとタストンエアポート社に対して中国の不動産関連企業やリゾート開発企業が売却を打診してきていたというのもだ。もともと
タストンエアポート社は、馬毛島を売却ではなく国に貸して、それまでの投資額を含めて比重を上げようとしていたとも言われ、その隙をついて中国政府の意向を受けた企業が動いたとも言われる。これが事実ならば、アメリカ海軍の陸上発着艦訓練 FCLPOH としてだけではなく、まさに日本の国防を考慮した上で自衛隊基地を置くことを決定できたことは賢明な措置だったと言わずに折れない。